なんか届いた？そう、これはね、ちょっとね、あ、うわー金の恋ピンク、そう、行ってみましょう。届いた、サミじゃん。あ、まあ、サミですか。うん、うわぁ、いやぁ、金の小池、きれい、てん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 、あ、進化してる、赤いやつ、赤いギャラドスね、これね、ギャラドスに進化しますから、ホイキングはかっこいいね、このギャラドスも、あ、なんか落ちた、やばい、ミライドン、ミライドン落ちた、後で直そう、まだ進化してないんだよ、まだ進化してない、いやー、色違いコンビすごい最高だ、金のホイキングと赤いギャラドス揃った、稲妻ドライブドクシーン、効果抜群だ、一発？あら、太陽が急所に当たった、でででで、てん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 、どうした、この、ここ、この中の宇宙みたい、ああ、無限大なの、そこ宇宙みたい、うん、ねえ、不思議だよね、うん、倉庫行ってる間にホイキングがギャラドスになりました、バトル中に進化、見て、あれは面白い、大の真似でしょ、ロケットだ、うん、誰、あの、あのペンダント狙おうとしてる人、ブラッキー持ってる、ブラッキー持ってる人、うん、わかるよ、名前が出てこないけど、アメジオじゃない人ね、うん、わかる、あのレアコイルも出す人だ、うん、その人こんな太ってたっけ、なんか違うけど、まあいいや、ギャラドス、ハイドルポンプ、グラードリー、効果は抜群だ、一発、うん、怒った、まだ無限ダイナーでしょ、無限ダイナー、こっちは一応無限ダイナーよーってわけじゃないけど、リザードに行くよ、仲間を呼んだ、暴れてる、いやちょっと翡翠の主、この子主じゃないけどね、こっちは主だったね、暴れてたね、うん、やばいやばい、そうなってくるとギャラドスとかは分が悪いな、交代してもいいの、え、交代、うん、え、こうやって変えるだけだよ、交代、高さは、ん、で、なんか高さが、高さね、背の順に並んでいます背の順って学校とかでもあるでしょ、うん、背引く人前だから、うん、はい、背の順でーす背の順でなくてさ、ポケモン交代していい、ちょっと、え、こうやって交代させるだけだよ、あ、この3匹こうやってしゃべって交代させるだけだよ、うん、していいの、じゃあ転がる、あ、やばい、そう言ってるうちに転がるが来る、うわー、みんなに当たった、うわー、ダメージがでかそう、何タイプなんだっけ、このダメージでかいよ、翡翠丸舞って何タイプ、みんなダメージさんでかくいい、でかくいい、うんとね、じゃあね、ハイドルポンプわかんないから、この子のタイプ電気だよね、うん、元は、うん、元は電気、翡翠もタイプ変わってない、翡翠はね、わかんない、パパもわかんない、いいや、ハイドルポンプ、これなんだっけ、あの強いやつ、稲妻ドライブ、うん、大文字しとくかな、じゃあブワー、普通にダメージ入んじゃない、普通にダメージ入るけどちょっとしか入ってない、転がる、いやー、ちょっとボーリングでしょそれなら、あ、みんな倒れてない、やった、
じゃあね、ちょっとね、ガチグマが仲間になったかもしれないよ。お、いった。ガチグマ地ならし。いいんじゃない？効果抜群。効果抜群じゃない？地ならし。見て、ブーン。これ無限大なの仲間だよ。ブーン。大爆発した。バーン。ああ、大爆発。ああ、こっちもやられる。あ、全部だ。じゃあどっちの勝ちなのこれ。全部やられたよ。全部やられたよ。今の勝負引き分け。というわけで今回はポケモンセンター限定のカプセルトイシリーズである跳ねる無限コイキングという1回400円のコイキングガチャのレア枠である金のコイキングを購入いたしました。めちゃくちゃ綺麗ですね。色違いポケモンの中でも金のコイキングと赤いギャラドスっていうのはね、人気が高いですよね。私も大好きです。金のコイキングと赤いギャラドスグッズはね、いろいろと買い集めたいなと日々思っているんですけれども、なかなかですね、買いやすいお値段で出ていなくてですね、たくさん持っていないんですね、金のコイキング赤いギャラドスグッズっていうのはね。まあ、金のコイキングはポケモンカードが有名ですね。すごい高いんですよね。光るコイキングだったかな。でこの光るコイキングのポケモンカードに関しては25周年アニバーサリーコレクションのプロモカードの中で当たる、割と新しい方のね、復刻版みたいな方の、カードは買いたいなと思ってるんですけれども、のどん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 ですね、値段が上がってきていて、完全に買うタイミングを逃してしまっているというような感じですね。まあそのうちポンと買うかもしれません。とかくこのコイキングね、世界一弱いと言われるポケモンなんですけれども、かつてアニポケで最強のコイキングっていうのが出てきましたね。最強のヒンバスと一緒にね、 B ボタン同盟、懐かしいです。ちなみにコイキングという名前がついていますけれども、分類はコイポケモンではなくて魚ポケモンです。タイプが水でございます。初代からいるポケモンですね。いやー、いいですねコイキング。この金のコイキング最高ですね。プラモデルでもですね、コイキングが出ておりますので、ポケプラのシリーズでね、出てますんで、購入して金に塗りたいなと、そんなことも思っております。でまさにですね、そのポケプラを塗るに関して言うと、ギャラドスがそうなんですよね。もともとは青いんですけれども、この赤に塗ったんですね、自分でね。タミヤのカラースプレーを使用して塗りました。まあ詳しくはですね、作った際の動画見ていただければなと思うんですけれどもね。そんな感じで1回400円のコイキングガチャ、おすすめでございます。とても可愛いですね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。